節分の鬼。むかしむかし、ある村に、おじいさんがいました。おじいさんは、一人で住んでいました。おばあさんはいません。子どももいません。おじいさんは、おばあさんと、子どものお墓に行って、二人と話します。おまえたちに会いたいなあ。おまえたちのところへ。 行きたいなあと言ってお墓に手を合わせます。冬が来ました。毎日毎日雪が降ります。雪がどんどん積もります。おじいさんは一人ぼっちです。とても寂しくなりました。それで雪の中を歩いてお墓に行きました。 お前たちに会いたいな。お前たちのところへ行きたいな。おじいさんはじっとお墓に手を合わせました。その時、子供たちの声が聞こえました。お庭は外、福う内。おじいさんは言いました。あ、そうか。今日は節分か。 2月3日は節分の日です。みんな豆まきをします。お父さんは鬼のお面をつけます。子供たちは元気に鬼に豆を投げて、鬼は外、福は内、と言います。すると悪いことが家から出ていきます。いいことが家に来ます。 村の家からのえかかりが見えました。子どもの声が聞こえましたおじいさんはいえにかえって大きな箱をあけましたなかに節分の豆と鬼のお面がありましたおじいさんの子どもがこのお面をつくりましたおじいさんは豆と鬼のお面をじっと見ました おじいさんは悲しくなって泣きました。いっぱいいっぱい泣きました。もうお前たちはいない。服の髪はいない。おじいさんは鬼の面をつけました。鬼はうち。服は外。おじいさんは大きな声で豆をまきました。 おにわうち、ふくわーそと。おにわうち、ふくわそと。豆がなくなりました。家の中はまた静かになりました。とんとん。誰かが戸を叩きました。おじいさんは戸を開けました。こんばんは。外には、 大きな鬼が立っていました。赤、青、黄、緑、いろいろな色の鬼がいます。おじいさんはびっくりしました。どこに行ってもみんな、鬼はあそと、鬼はあそと。でもこの家は、鬼はあうち、鬼はあうち。嬉しいなあと言って、鬼たちは家に入ってきました。 こんばんは。こんばんは。村の鬼がみんなおじいさんの家に来ました。おじいさんの小さな家は鬼でいっぱいになりました。うちに客が来た。たくさん客が来た。おじいさんはうれしくなりました。うちには何もないが。 日は暖かいぞ。うん、暖かい、暖かい。鬼たちはとても喜びました。そして、じいさん親切だな。何か欲しいものがあるかと聞きました。おじいさんは、うーん、じゃあ、暖かい甘酒が欲しい。みんなで飲もう。 と言いました鬼たちは「よしわかった」と言って出て行きましたそして甘酒とたくさんのごちそうとお金を持って戻ってきましたそれからみんなで甘酒を飲みました鬼たちが大きい声で歌いましたおじいさんも大きい声で歌いましたとてもにぎやかです。 みんなであさまでおどりました。じいさんどうもありがとう。たのしかったな。じいさんどうもありがとう。じゃあまた来年。とおにたちは言いました。よしわかった。また来年。はるがきました。 おじいさんは鬼のお金で新しいお墓を建てました。鬼たちと約束した。来年も一緒に豆まきをするからな。まだお前たちのところに行けないよ。と言っておじいさんはお墓に手を合わせました。